選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずですね、この66号機、はい、はい、引いて、あの前勤日いかがでしょう。違和感なくいいエンジンだなと思いましたけど、はい、あの 26% ですけど、ちょっとビビってたんですけど、あ、ビビって、はい、はい、いい、はい、いい足してたんで、はい、はい、結構自分でプロペラ大幅に叩いただとかはちょっとだけですけどね。ちょっとだけ、はい、今度 SD 気流来ると思うんですけど、はい、この66号機、はい、また引きたいですか。いやでもなんか、はい、いいエンジンあるらしいんで、あんま出てないとか聞いたので。あ、はい、まあ、一応刺激選手のが一番いいんですけどね、うん、じゃあそれがいいです。それがいいですね、はい、じゃあぜひその時にそれお願いします。はい、はい、で、まあ、レースになるんですけど、ちょっとまあ事故があったんですが、はい、スタートタイミングはどんな感じですか。もう最後ちょっとやめちゃいましたね。あ、ちょっとほら、はい、あの正解だったと思います、はい、はい、もし切ったらもしかしたら切ってたかもしれないんですけど、はい、であと1マークを回った後はもう、はい、ちょっとスタートで慌てちゃってターンもちょっとちぐはぐになってしまったんですけど、はい、刺されてなくてよかったです。はい、はい、はい、で、そうですね、じゃあもう1マーク回った後はもう優勝だと、ね、はい、いや優勝っていうか、はい、もうランプつかんといてくれと思って、はい、あのそうですね、はい、判定中でした、ね、はい、もうずっと判定中長かったんで、はい、はい、で今日帰りなんですけど、はい、誰と変えられます。あ、佐藤君と一緒に。佐藤大輝、はい、はい、のんちゃん騒ぎでいいでしょうかね。そうですね、はい、はいはい、じゃあ、お醤油もありますけどね。そうですね、お醤油をちょっと当てに、当てにね、はい、はい、日本一勝、日本一勝をね、よろしくお願いしますね、はい、はい、で、そうですね、優勝パレード今行かれましたけど、はい、いかがでした。そうですね、すごいお客さん残ってくださって嬉しかったです。はいはい、ありがとうございます。では物島選手も来ましたけど、ね、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。では全国の、はい、湯川選手のファンの方に一言お願いします。はい、残り少ないファンの方、精一杯頑張れますので応援のお願いします。はい、優勝湯川浩司選手です。ありがとうございました。